皆さんこんにちは、ケンです。マミです。はい、本日はマミちゃんの企画になります。はい、何やら実験道具みたいなのがあるんですけど。そうそうそう、匂いってさ、わからんじゃん。わ、はい、からん正直、うん、で、まあ自分も汗かいたりするけど、それが、まあ、消えたかどうか、うんうんうん、そういうためのスプレーをもらったんですけど、実際にこう強烈なやつの実験があるから、それでそのスプレーの効果っていうのを体感するとすごい効果があるんじゃないかって思うじゃん。はいはいはい。じゃあそれをやってみたいなと。アンモニアのスプレーが入ってて、うん、どんなもんか私も知らんよ、うん、でこんなちょっとしか入ってないの。アンモニアをこの袋、あのプシュってするの、うんうん、でここには匂いの空間を作るわけじゃない。なるほど。でここに匂いを一旦これの匂いを確認して、うん、消えるかね。そうそうそう、そのスプレーで。スプレーと、これ、この T シャツの切れ端、うん、これ自体が消臭効果を持った。あ、これも製品なんだ。これも製品みたい。T シャツとしてはもらえてないけど、これ切れ端。おー、なるほどなるほど。で、これも消臭効果があると。この布が消臭できるかどうか、うんうん、まずアンモニア入れなあかんねん。え、匂い嗅ぐべきだよね。そんじゃないと分からんもんね。そう、これ一人でやるのちょっと怖いよな。ちょいくよ。3プッシュぐらいしてるよね。してない。うわー、やばっ。うわー、やばっ。やば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 。くっそ、ツンってする。やばいって。で、それを消えるからね、これ布で入れますと。すごかった。で、なんか臭いっていうよりもツンってする、なんか跳ね返されたような、なんかツンって点滴をまあ拭くような感じ、うん、で、もういいかな。3分経ってないけど、2分ぐらい、うん、じゃあ、履いてみますね。もう一気にいくわ、うん、信用するよ、うん、信用しよう信用するよ、うん。お、ほら、これすげえ。え、この布すごくね。え、すごいな。え、それやった。え、その匂いも、その布の匂い嗅いでみてって。え、ね、なんもせん、なんもせん。ほら、ほら。え、すごいな。え、すげえ、ほんとだ。ほんま？え、なんの匂いもしない。すげえ。そんな感じ。ちょっと、じゃあさ、うん、これはその布自体がすごいっていう話なんやけど、うん、その効果を持ったスプレー。あ、スプレーね。これはまあ製品としてこれもあるんですけど、うん、これをやってみて、今度ティッシュ。あ、ティッシュを布代わりにするってこと。このティッシュを魔法のこの消臭布に変えるっていうことね。こう念のためもう一回匂い嗅いで。嫌なんだけど。めっちゃ怖がるよ。やりすぎやろ。めっちゃやっとけ。全体的に一応あの締めるぐらいって書いてある。これちょっと鼻おかしい。これ自体はまあ普通の水やな。水水分。なんか全然匂いせんわ。これ自体は別になんかいい匂いするとかではない。変じゃない。変じゃない。はい。はい。入れます。もう俺信用しとるから俺。なんもせん。なんかね、他の匂いもしない。すげえな。すごいな。ああ、全然。なんか全然ティッシュも普通。200人分の汗をなんとわずか3分で分解する力。本物だよね。すげえ。製品としては消臭スプレーがあって、どんな今着てる服でも、まあ、匂いを取るこの生地みたいな感じに変えられるっていう、まあ、一番お手頃そうな感じ。で、その他にもあの T シャツ
だったり、 T シャツとか、靴下、これ靴下、靴下もらったの、これもついてました。あ、それ間違いなくいいよね、匂わない靴下。これスプレーさえ買えばどんなやつでも消臭効果は、まあ、その日はつくと。そうだから永続的にってなるんだったらもう製品買っちゃった方がいいってことね。それだけじゃなくて日常生活で、まあ、生ゴミの匂い、ああ生ゴミの匂いとかにもいいかもしれん。これゴミ箱ちょっとゴミ箱臭いからさ、うちの燃えるゴミこのチャンネル見てるのサイクリストが多いので、夜ローラーで1時間とその翌日に、グラベルライドしてきた靴下あるんですね洗ってないです、自分じゃ分からん。いやちょっとやっぱなんか匂いする、土踏まずみたいなとこになんか、なんていうの、何の匂いこれ。でもね、ほんとね、申し訳ないけど、ケンちゃんね、足臭くないの。あとこれ、あの、インナー、インナー。ちょっとわかんないかも。メッシュインナー、これ。これも匂うかもね。脱ぎたて。あっ、ちょ、脇のあたりとか、どうなの。あ、背中臭い。めっちゃ臭い。あー。で、これだけよ。確かにね。これどうなるやろ。これアンモニアじゃない。アンモニア。危ない危ない危ない。事故。かけすぎたかも。いやでも締めるようにって書いてある。あ、でもこれすごい薄いじゃん、うん、もうしないようによ。え、ほんまや、ほんまや、すごい。あ、すごいやん。じゃあすごいわ。え、だからこうやってまあもう匂いがついてしまったやつでも効果があるし、うん、ってことやな。そうし、あの予防的にもいいってことだねっていう感じなので、はい、よかったら興味ある方は、はい、概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひ使ってみてください。はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。